最初からやっぱできる人っていないですよねスポーツもビジネスも最初からできる人っていなくて例えばビジネスだと僕ら新入社員で入った時とかやっぱ上司の人とかめちゃめちゃできるこんな風にいつなれるんだろうとか無理かもしれないみたいなことを思うかもしれないですけどその人たちも多分できない時って絶対あってなぜならやっぱ人間って全部赤ちゃんから始まるじゃないですか子供から始まるどんな人もできないところからやっぱ始まってるのでまゃれないし歩けないし立てないしとかそんなとこからやってきたので。 できないことできないからっ,つって諦めてるとやっっっぱりりずっとできないまま、はい、おっしゃる通りそれが分かっててもやっぱりこう打席にしてしまいたい気持ちがあったりとか外部環境のせいにしたくなったりとか、うん、スポーツだってなおさらそうで、うん、そのハンドボールだと強豪国っていうのはヨーロッパだっていうふうにその時流したんですけど、うん、こうフィジカル面での差とかもあったりするでしょうし、うん、あとはその自国内でメジャースポーツかどうかによっていかに。 その競技人口が多かったりとか盛り上がってたり資金が集まってたりとかっていうその育ってきた環境子ドボをする環境も違う選手と戦わなきゃいけないそういう時にでもやっぱりこう足りないのは自分にあってそれを自分がえ埋めていかなきゃいけないんだみたいなこう圧倒的自責というかそこに毎回毎回持っていけるのがすごいなというふうに思っていて。うんうん、なんかこの できない理由みたいのを探し出すともう山ほど見つかるじゃないですか。はいすね、ダメな理由ってやっぱいっぱい見つかるんですけど、はいはい、これ見つけてても意味ないんですよね。よねはい、これだからできない、あれだからできないっていうことを探すと絶対見つかるんですよ。うんうん、ありますよね、うん。で、できない理由見つけてやらないといつまでもできないですけど、はい、できないどうすればできるかっていうのやっぱ考えてまちねよくある話ですけど、はい、でどうすればできるか考えてチャレンジするじゃないですか。うん これでもすぐできるようになるかっていうとできるようになんないですよ、うんうん、やっぱりそんなに甘いもんじゃないんですけどす、ね、ただこれできないことにチャレンジするとどうなるかっていうとちょっとできるようになるじゃないですか、うんはい、いきなりうまくなんなくても、はい、ちょっとできるようになるとどうなるかっていうとまあできるようになるって楽しいじゃないですか楽しいことはやっぱ人間って好きになる、うん、で好きなことはもっと頑張れるからもっとできるようになるじゃないですか、うん、もっとできるようになるともっと楽しくなってっていうそうこ,のこれがんかその僕はまあ努力する習慣、うん っってて言るんですけど努力する習慣をもとにできないことをできるにするとできないことってつまんないじゃないですかだいいいいた仕仕事事嫌っってるやつはでできなんすよね自分の得意なことってやっぱりみんな好きだし楽しいからじゃあどうするかっていうと楽しくするためにはできるようにならなきゃいけなくてできるようになるためにはチャレンジしなきゃいけないとチャレンジするかどうかは自分次第なんで自分次第なんですよねつまんないか楽しいかっていうのは人生は。そここのう 絶望を味わってからすぐあのメンタルというか考え方を切り替えて頑張っていったとでその後にこう日本代表の首相に選ばれた話がありましたよねあれはえっとどれくらいこう時間が置いてそういう話になってたんですかあれはもすぐですよねはいまあ2005年の1月にそのハンドボールのワールドカップがチュニジアであってそれに僕は出れなかったわけですよで その2005年だったかな2005年だったと思うんですね12時に1月のやつがあって、はい、それが終わった後にまあその大崎電機のメンバーが代表から帰ってきますよね、はいはい、でそのメンバーと一緒に僕ら日本あ日本リーグで初めて優勝したんですよ。その年初めて優勝して、はい、でまた代表を集められることになって、はい、その時のその。 代表の監督が僕のことをだから落選させて同じ監督なんですよ。はい、言ったらだからもうそのサッカーのワールドカップでいうとその岡田監督が二人を落選させたじゃないですか。カズさんと北澤さん。はい、また岡田監督監督なんですよ。これカズさんと北澤さん呼びますか。いやなかなか呼ばないでしょうね。そう呼ばないと思うんですよね、はいはいはい。ワールドカップで落とした選手ですもんね。そうそう。うん でなぜなら、やっぱそれってその監督にとってその選手はまあ絶対的に必要な選手じゃないわけですよ絶対に必要っていう選手じゃないからまあ外すわけじゃないですか。戦略上そそそうそうそうだし、もしも自分が監督だったらって考えると、はいはい、やっぱりの選手の方がよくないですかだって、まあそ,うね、そういうことがあると、はい、なんていうのかな監督もあそうそうそう、もしも監督のこと恨んでるか、うん、あいつ、俺のこと恨んでるかなとか、うん、ちょっと俺のこと嫌いなんじゃないかなとか、うん、気を使うとやりづらいじゃないですか。うんそうですね でその時の時僕もやっぱそう思ってたし、はい、あとは僕はもうその時遅咲きだったで26歳で初めて代表入ってたので、はい、僕よりも年下の選手で僕と同じポジションでいい選手いる20前半のも、うん、だから僕じゃなくてもいいだろうっていうか僕選ばれないだろうなと思ってたんですけど、うん、僕選ばれたんですよ。うん 不思議じゃないですかか、はい、理由は聞かれましたもちろんもちろん、はい、不思議なことって不思議だなと思ってたの分かんないんで合宿の初日に監督の部屋をノックして聞いたんですよね。監督なんんんででで今回僕のことを選んでくれたんですかって聞いたらそしたら監督は「はい、いや東甘いわね」っ、うん、自分が一番辛い時、うん、苦しい時にチームや仲間のことを一番に考えられる男だから、うん、このチームをキャプテンとして引っ張ってってくれっていう。 はい、キャプテンってこう精神的な支柱だったりしますもんね。んで、こうチームで練習していく上で、こうまあ一部の選手がこうズーンってなった時にどう前向かせるかとか、そういうチームのことを考えられる人っていう風に認めてもらったってことですね。そうですね。難しいですね。だから上手いわけじゃないです。別にハンドボール。そんなことないと思うんです。えー、実力と精神面と変われてってことだったんですね。素敵な話です。 で、先ほど、あの0千五年の、うん、チュニジアの世界選手権。の、うん、えっと、代表の選考に落ちてしまったっ話と。はいうん、で、その後に、すぐに、こう、次の世界選手権に向けた。日本代表の首相に選ばれたって話ありましたけど。うんはい、で、結果。あの、めでたく、世界選手権には出場できたんでしょうか。うん、いやできなかったですね。<laughs> できらず、<laughs> なかったあの。はい、そのハンドボールって、やっぱヨーロッパが本場で。はい、で、僕はチュニジアの世界選手権を。を 選ばれなかったんですけど次はもうドイツで世界選手権ドイツってすごいハンドボールメジャーでハンドボールの本番なんですよ。僕はやっぱ思ったわけですね。なるほど神様と。僕はアフリカのようなハンドボールがあんまり人気のない国に行くんじゃなくてキャプテンとして本番に乗り込むためにこういう試練を僕に与えてくれたんですねってことで。それすごい頑張ってその時は大崎電気でもキャプテンやってたんですよ。でももすごい個人的に チームとしてもすごいいい成績出して、大崎連機の方では、まあ、十六年ぶりに天皇杯で。優勝して、僕キャプテンだったんで、胴上げされたりとか。日本リーグっていうところでも、まあ、シュート率賞ってあるんですけど。日本リーグに出場している選手の中で。得点ランキング10位まで。の中で、一番シュートの確率が良かった人。のタイトル取るぐらい活躍してたんですよ。そう、もう、真摯に、に充実してたんですよ。ただ。そうそう、はい、ただ、そこで、ええ、食らったのは、この中東の笛っていう。 中東の増えてなんですか。えっとですね、ちょっと2008年の北京オリンピックの予選の時に、まあハンドボールのそのアジア予選がやり直しになって話題になったことって覚えてないですかね。うん、ちょっと私ハンドボールそんな詳しくない。それはこんなもんなんですよ。俺もハンドボール界でずっとあの時はあの時はって言うんですけど、やっぱ世間の人覚えてなくて、まあ宮崎大介君っていう結構はいあの選手がまあスターダムに打ち上がったようなところだったんですけど、まあ。 中東っていうクウェートですね、はい、クウェートの,その王族の方々がもうアジアハンドボールフェデレーション、はい、アジアハンドボール連盟の,このトップをやっていて、審判を買収したんですね、はい、そう審判を買収して、まともなジャッジが下されないということで、僕ら一生懸命頑張っても、反則を取られてしまって、勝てない状態になったんですよ。で、この状態っていうのを、ハンドボールはマイナースポーツなので、僕らタイのバンコクでアジア予選があったんですけど、誰一人来てないんですよ、報道の人が。 僕のあの仲良くしてたノンフィクションライターの方が一人だけ来てただけで、はい。じゃあこう日本の人には知れ渡ってない。知れ渡らないです。で僕らなんて言われたかっていうと、このまあ辛辣に文句言うんじゃなくて、もっと練習して勝てって言われたんですよね。なるほど。はい。それはちょっと捨て去されちゃいますよね。いやだとうとう僕挫折しました生まれて初めて挫折いっぱいしてきたんですけど、本当に心が折れてしまって毎晩お酒に逃げて、はい。朝まで飲んでですね。 でそれでもやっぱ会社には行かなきゃいけない会社に行って、はいうん、で練習も出て練習キャプテンやってますからねそこでも続けたのはすごいですねもうあんまり記憶ないんですよねその時の本当にもう妻には毎日死にたい死にたいって言っててう、はい、まあつ状態ですよね、うん、で唇カサカサになるしこの背中はもう湿疹だらけになるしスストレスでそうですね柿、はい、むしって血だらけになるしシャツがみたいな状態だったんですけど、はいはい、そんな時に あのまあ妻とその時も結婚してたんですけど、まあ子供ができてでそのなんかなんていうんですかね、もうしばらくはほっといてくれたんですけど、もうエコー写真をね当時見せられたこのもういい加減にしなさいと、も父親になるんだからしっかりしてって言われてそれでお酒をやめたってその時。ハッとする感じですね。そうですね、はい、まあ助けられたなって感じはしますね。うん。ちなみにその。 あの、ドゥーンってこう落ち込んでた期間って、どれくらいあったんですか。どんぐらいですかね、数えると四ヶ月ぐらいじゃないですかね、多分。ヶ月ぐらいうん、こう新しい命が、自分の頃に来て。はいうん、こう父親として、ちゃんとしていかなきゃなっていうことで。そうですね。くるっと帰られたんですか。はい。そんなにこう、パッと切り替わるもんなんですか。変わりましたよね。はい、で、それから、やっぱ、子供ができてからもそうですし、やっぱ、親にも感謝するようになりましたよね。うん、ああ、まあ、子供ができてからこそ、こう自分の親のありがたみって、やっぱ染みるようになります、ね。うん、そうそう、これも。はい 全部ビジネスとかにもつながるかなと思うんですけどやっぱ自分が子供の頃の記憶ってないじゃないですか子供何もできないですけどで親は僕が子供だった頃の記憶あるんですよ十分あって恥ずかしくなりませんそ僕なんか偉そうなことすごく言ってたからなんか何んですかねまあそれこそ不適切な言い方かもしれないですけどまあクソばばとか言うわけですよねお母さんに対してですね母親に対してそうですよね。 でももう親からすると全然余裕なわけですよこんなちっちゃい頃知ってるわけですからおむつも何もかも変えた子供が偉そうに言ってもはいはいっていう話じゃないですか、はいはい、で僕全国の小中学生とかにもお話するんですけど、はい、やっぱ子供の頃って大人が子供だったことって想像つかないじゃないですかうんつかないですねで僕も小学校の時あったわけですよねはい小学校の時も大きかったんですけど <laughs> はい <laughs> でなんかこれってビジネスパーソンでもあの社長でもやっぱり新入社員の頃はあったわけですよね、うん そう考えるとその方々が言ってくれてることって基本的には間違ってないですよね僕らの思ってることを言ってくれてるんでもっとちゃんとやれとかしっかり数字出せとかお前もう少しこうやった方がいいよっていうのを誰かかめめるたにに言ううよななな人って基本的はいいいじゃです目上の人とか先輩の言うことっていうのは大体大きく正しいじゃないですかだから素直に聞くっていうのはすごい大事なんだなっていうのはそれは思いますよね。 きて親のありががたみとかそやっぱり思いやりっていうのはすごい大事で相手の立場に立って物事を考えるっていうのは僕、うん、ビジネスでもスポーツでもすごい大事だと思っていて普通の生活を送っていく上でもですね、はい、相手がどういう気持ちで自分に対してこういうことを言ってくれてるんだろうとか。はい どういったら相手が嬉しいんだろうみたいなことを考えると、うん、やっぱクライアントに対しても同僚に対しても,、うん、でもチームメートに対してもなんかうまく運ぶんじゃないかなっていうのは思いますよね主将としてこうチームをこうマネジメントしていくときに、うん、まあ中にはこう調子が落ちてしまう選手だったりとかうん、うん、選手同士がポジション争いをしてたりだとか。うん ちょっと人間関係がもしかしたら分いとかいろいろあると思うんですが、うん、そういう時にその思いやりって話もありますしコミュニケーションの取り方とかで注意してたこととかもありますかの思いやりで一番大事なのは自分が調子いい時とかうまくいってる時って人のことを思いやれるんですよ、うん、優しくできるじゃないですか自分に余裕あるとはい、はい、で一番大事なのは自分がうまくいってない時、はい、自分が本当に苦しい時つらい時にどれだけ周りに対して思いやり持って行動できるかっていうのが、うん、結構人間の価値難しい 難しか被災地とかでもそうなんですよね、うん、本当にしんどい時ってやっぱ自分のことだけになってきたりとか、うん、やっぱり自分の仕事が頑張っててもうまくいかない時って、うん、まあ周りのせいにしてしまったりとか、まあ、羨ましくなったりとかするんですけど、うん、そういう時にもど,どう振る舞うかっていうので、まあ、人間の一番本質が出てくるので試合とかでもそうですよね、うん、ついこの先日これまあ放送されるのがちょっと違うと思うんですけどつい先日あのラグビーのワールドカップで日本代表がこの南アフリカに負けたんですよね。はいはい 負け方ってありますよねはい。で全く後悔してないわけですそそうう。なんでかというと自分の120%出しても叶わない相手って絶対いるんですよハンドボールでもそうですスポーツでもどんだけ自分がもう最高のパフォーマンスしても勝てない時ってあるんですけどそれをちゃんと認められると相手すごいなって自分が100%出してもたどり着けない領域にいるんだというふうになるとこのリスペクトが生まれるわけですよねそう仕事とかもあいつはなんかずるいとかあいつは親が 社長だかからとかねあいつは家が金持ちだからとか言うといっぱい出てきて愚痴とか言い訳が出てくるんですけどはい、はい、それを認めた上ですごいなじゃあ自分には何ができるんだろうっていうふうにシフトしていくと、はい、この自分の何ですかねこのポテンシャルというか、はい、自分の持っている能力がだからどん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 出てくるんじゃないかなって気がしますよね。お話ししてるとこう自分の人間性のダメさがなんか辛くなってきて <laughs> いや僕も言ってるだけでだからなかなかできないですよそうありたいなっていうふうに思ってやってるだけでな,なかなかしんどいですけどね。 学びが多いですねやっぱこうスポーツの世界で戦ってきた人って、うん、こう自分の努力だけでもうまくいかないチームの影響も受けるし外部要員の影響も受けるし中途の増えみたいに訳、うん、のわからないなんか影響の受け方をしたりとかそれはもしかしたらビジネス界でもあるのかもしれないんですけど、うん、そういうところの乗り越え方とかってすごい参考になるなって今聞いてて思ってますそうだ,だからどうするのっていう話なんですよね。 例えば自分の生まれてくる家とかこのね環境とかいろんな環境ってなかなか変えられないしその環境のせいにするとこの答えがあっという間に出てしまうというかだから駄目だっていうのがだけどその中でもどうするかっていうのはやっぱ変えられてで僕結局そのやっぱ高校生の時に見たこの日の丸を背負って世界大会に出たいオリンピックとかワールドカップに出たいっていう夢はやっぱ叶わなかったんですよね。結局叶えられないままま来てしまったんですけど この夢を叶えるっていうことを、この成功っていうふうに定義するならば。僕成功できなかったから、じゃあ、後悔してるかというと、全然してなくて。この成功に向かって、この。どうやったらなれるんだろうっていう、近づいていくことによって、この成長はできたわけですよね。だ、からどんな人でも、この成功できるかっていうのは、わからないわけですよ。その、子供たちがプロ野球選手に。なりたいという夢を持ったとして、なれるやついないんですよね。なかなかいないです。なかなかいないんですけど。 じゃあやらない方がいいのかとか無駄なのかっていうことじゃなくてそれに向かってこの積み重ねてきた努力とかそのコミュニケーション能力を磨いたとか仲間に対する思いやりを身につけたっていうことがこれはもうすごく一般社会にもいけるってそれがだからアスリートの価値っていうのをこのアーシャルデザインではその定義づけてこのアスリートからビジネスアスリートへっていう時の一番の鍵なんじゃないかなとは うん思ってでですすねね成長の過程が大事なんです、ね、そうですねただ単にこのハンドボールができるとか野球ができるサッカーができるっていうこのスキルの部分ですね、うん、技術の部分に特化するんじゃなくて、はい、そういう非認知能力って今言われてますけど、はい、そういうところを生かしてビジネスでも、うん、じゃあ今までサッカーのパスの練習をしてたのを、うん、例えばその営業に生かそうとか、はい、そのなんか経理に生かそうとかエンジニアプログラミングに生かそうみたいなところにシフトしていければまだまだ活躍できる人がいっぱいいて、うん、そういうなんか 手伝いを手伝いというかね、あのそのアスリートいっぱい育てることによって教育していくことによってこの社会に貢献したいっていうのが今のまあ夢の一つでもありますよね。えそのさっき三つ目でおっしゃってたのがえっと独立される前でしたっけ？そうですね。あの僕はその元気をまず2009年の3月に引退したんですね。2009年の3月にハンドボールの選手としての 引退をしましてその後に1年間その早稲田大学の大学院でスポーツマネジメントを勉強したんですよ。これ何でかっていうとやっぱ僕の夢であるやっぱハンドボールをメジャースポーツにしたいとメジャースポーツにするためにはやっぱビジネスとして成り立たせなきゃいけないっていうやっぱ夢に向かってそれをやるにはやっぱハンドボールが上手くてもダメだとオリンピックで例えばハンドボールが金メダルを取ったとしてもこれはビジネスになりえないからハンドボールをちゃんとビジネスとして成り立たせるにはやっぱその勉強しなきゃいけないだろうってことで、まあ、勉強しに行ったんですね。 そのこう実力だけで光ってもこう継続的にビジネスとして盛り上げるってところがやっぱ難しいから、ねうん、いや難しい今ねちょうどラグビーのワールドカップも話題になってますけどラグビーも今日本代表はすごく話題になりました、うん、で会場もいっぱいになりました、ね、たくさんユニホーム売れました、はい、じゃあ次トップリーグがどうなっていくかっていうのはやっぱなかなか難しい、うんうん、でラグビーでいうと、まあ、ドラマのノーサイドゲームっていうのでもやってましたけど大体チームの年間の予算が14億円、うん ハンドボールでいくと一番多いチームでも3億円弱ぐらいだいぶ差が、ね、そう5倍ぐらいの差があるんですけど、はい、それでもノーサイドゲームでは、うんえー、14億使ってその収入が5000万ぐらいですよね、うん、超赤字ですよねハンドボールでも3億円ぐらい使ってもう1000万あるかないかそれビジネスとして成り立ってるとは言い難い。そう、なのでやっぱりその企業の広告宣伝費とか福利厚生っていうところに位置づけているんですけど、うん、それはやっぱ続かないですよね、うん あの企業の業績がいいうちは、うん、やっぱりまだチームを持っておくということには繋がるかもしれないですけど、はい、企業自体の業績が悪くなってきた時にやっぱり一番にカットされるところなのでんかこれが本当はそのスポーツチームもそうなんですけどビジネスパーソンもそういうふうに考えていかなきゃいけないだろうなって自分って会社に対してどれぐらいのお金をもらってどれぐらいのものを返してるんだろうっていう。 一個人人でで考えてるは少なないいかもしれすね。アスリートとかももちろんそうでそういう考えを何か持てるビジネスパーソンだったりとかアスリートを作っていかなきゃいけないまさにだからプロとして成り立つようなアスリートですねビジネスパーソンであらなきゃいけないっていうことを考えてサーキュレーションだったりとかあとはこのアーシャルデザインですねにお世話になってるっていうここで何か世界を変えていきたいという考えがあるんですね。